完全に振られましたね。はい、皆さんこんにちは。今日は2021年令和3年の11月の12日ですね。紅葉末期の日曜日ということで、日中はすごく天気が良くてですね、観光地は非常に混雑していました。私も例に漏れずですね、バイクで軽井沢そして菅平方面まで走りに行ってきたわけなんですが、帰りにこの通り雨に降られてしまいました。私はね、結構晴れ男なのであまり雨に降られることってないんですけど、今回はもともと天気予報が晴れのち雨、夕方の6時以降は雨っていう風に言われていましたので、雨具をちゃんと持ってですね、雨のツーリングを楽しんでまいりました。いや、天気予報は素晴らしいですね。ちゃんと雨具を準備させてくれてありがとうって感じですね。周りを見てもらうと分かるんですけど、私以外にも雨の中なのにバイクでまあ走ってる方結構いっぱいいるんですよね。周りが車ばかりでバイクが自分だけだと結構悲しくなったりはするんですけど、まあ、こうみんな同じようにね、苦労してるって考えると結構楽しかったりしますよね。とは言っても雨は滑りますので、オートバイは特に気をつけないと大事故につながってしまうので、まあできることなら雨の日は走りたくないですよね。峠道なんかも楽しくなくなっちゃいますからね。そしてもう一つ、雨の日走った後ってオートバイやたら汚れるんですよね。車みたいにボディを拭けばいいというだけじゃないので大変なんですよ。雨に降られてから2日後の火曜日ですね、本日は祝日になります。先日雨に降られた後ね、そのまんま洗ったり乾かしたりしないでカバーをかけてしまってしまいましたので、オートバイツーリングあるあるですね。あと夜だったので暗くて汚れ具合がわからなかったので気になって洗車することにしました。というか、まあ簡易的に拭くだけですね。まあ私の CBR は乗るよりも拭いてることの方が多いので、比較的いつも綺麗な状態を保たれてるとは思ってはいるんですけど、まあどうしても地面の砂汚れを巻き上げるので車輪周りは汚れてますね。そして一番気になるのがこのフロントのディスクのこのオレンジ色の錆び具合ですね。これ実はですね、今時あんまつけてる人がいない鋳鉄のローターなんですよ。まあ車と同じ鉄ですね。なので雨が一回降ったらもう抹茶色、真オレンジになっちゃいますね。しかもこの鋳鉄ローター、あのブレーキパッドとね、錆びるとくっついて最初剥がれなかったりするんですよ。まあ錆び自体は気にすることもなくて、ちょっと走れば元に戻りますね。今回使っていくのはこちらプレクサスですね。これはもうね、簡単な万能ワックスですね。白く残るようなこともありません。これは結構使えますよ。リアフェンダーの裏は当たり前ですけど汚いですね。まあこの部分は跳ね上げた泥水をここでまあガードしてるので汚れて当然でしょう。まあでも思いのほか綺麗な方だとは思いますね。映像だと全体的に結構綺麗に見えるんですけど、まあ茶色い泥の垂れた跡が結構ついてますよね。ホイールもフォークも。汚いバイクを拭くには汚いタオルで対応します。まずこのタオルにプレクサスをシュシュシュッとかけます。ある程度タオルを湿らせるぐらい多めにかけておきますね。あとは軽い力で拭いていくだけですね。あの私も汚れをね、そのまんまあの汚いタオルで拭いてるんですけど、細かい傷とかを気にするような方ですね、まあ、あとはバイク自体が新しくてホイールとかも新しかったりするような方は、軽く砂とかをね、あの乾いた状態でパラパラパラっとあの落として、それから綺麗なタオルであの優しく拭き上げる方が傷もつきにくいと思いますね。まあ、私のバイクのホイールはね、もう結構もともと傷だらけなんで気にしないで拭いちゃってますね。まああまりいいことではないですが、はい。そして数分である程度磨き上がりました。まあ本当プレクサスね、簡単に綺麗になりますよね。もう本当にパパッと仕上げたいときは完璧にニーズに応えてくれる商品だと思いますね。こちら側からのアングルでもすごい異常に綺麗に見えますね。映像だと小傷とかが見えないんですけど、実際はね、この映像で見るよりちょっと汚いですけどね。大まかに手の届く部分はざっと汚れを拭き取ることができました。ただこのフロントのディスクローターの錆に関しては、
これに関してはもう走って削り取るしかないですね。アッパーカウルもご覧の通り綺麗になりました。 SC282 型の特徴であるタイガーアイがキラキラ輝いてますね。時間があったらヘッドライトを割って中も掃除したいところです。シートカウルもプレクサス効果が見事に出てますね。オレンジ色と赤の WR のロゴが非常にかっこいいですね。私はバイクを拭き掃除するときは必ずと言っていいほど指導チェックも行います。私の CBR もなんだかんだもう30年近くが経とうとしていますので、まあ変な話どこの部品がいつ壊れてもおかしくないような状況ではあるんですね。なので長距離走ってきた後は必ずネジの緩みとか、まあ、アイドリングで変な音がしないか確認するようにしています。まあ洗車はメンテナンスの基本ですね。そして一通り洗車が終わりました。今回は特にカウルを外したわけでもないし、ホイールなんかも外していないので、結構まあ目に見える部分ぐらいしか綺麗にはなっていません。本来はカウルなんかも外して、カウルの内側とか液張りなんかも全部塗ってあげたいですね。私のバイク、キャブレターがですね、景品の FCR39 を使ってるんですが、なんちゃってエアクリーナーボックスをつけてるので雨の日もへっちゃらですよ。そしてこのフロントのサビサビのフロントブレーキローター、これ実はフルフローティングローターで結構ガシャガシャ音がするんですね。最近ノイズが気になるのでステンレス製に戻そうか検討中です。30分ぐらいで全ての工程が終了しました。まあ全ての工程っていうほどのことやってないんですけど、特に分解作業等はしないで拭けるところを拭いて、主要なボルトナットが緩んだり外れたりしていないかの点検をしただけですね。このフロントのディスクローターのサビが気になるぐらいで特に異常は見つかりませんでした。まあ壊れるときは壊れるので覚悟が必要ですね。このフルフローティングタイプのフロントディスクブレーキなんですけど、まあ実際なんとなくこんだけガシャガシャ言ってると車検通らなそうな気がしますので、私いつも車検通すときだけホイールとブレーキノーマルに戻すんですね。まあいろいろ手間のかかるオートバイですけど、これからも仲良くやっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。